シャローシラジオサニーデーフライデー。この番組は国内海外問わず放浪が大好きな国際派シャローシ DJ のポッドキャストです。明日から週末だとウキウキするような、そんな昼下がりの金曜日の気持ちになれるトーク番組を作っていきます。番組へのメッセージ、ご意見、ご感想、番組で取り上げてもらいたいトピックなどなど、どしどし応募しております。むしろえむしろそこは儲かるのかどうか、儲かるのかどうかっていうか、やってる意味があるのかみたいな。だってこれを役に立たせるためには、はい、ターゲットに届けて、はい、でそれの人たちに次のアクションを踏んでもらう必要があるじゃないですか、はい、そのなんか道のりをどう組むかが全てで、これを聞いた人たちはどうなるんですかっていう質問で、どうやって知って、はい、どういうアクションを起こしてもらうかみたいな、やっぱそのラジオ好きの人には届けたいですね。ラジオ好きの方がいくらだったら東京 FM 聞いてる人を、まあ、カズラのサニーデーフライデーに言われて奪い取る、奪い取る。それでも行動起きないでしょ。どうなんですか。そういう風にするしかないと思ったもん。え、でこれは何、どうなんですか。そうするとそれ趣味なんですか。でもこれは趣味もありますし、ブランディングもあります。ブランディング、ブランディングもあります。それはあビジネスとしてのブランディングってことですね。そうですそうです、うん、そうです。なるほど。それじゃあ考えなきゃダメじゃないですか。ですか。うん？何ですか。どうやってだからそれをあれじゃないですか。ブランディング方面として、まあ趣味としてはもう満たされてるわけじゃないですか。そうですね。あとその実用価値。これをやることによって僕がどんだけ知識があるのとか、どういうことを頑張っているかっていうのを分からせるのか、うん、だからやっぱコンテンツよりもターゲットにどう届けるかなんでしょうね。あ、そうですね、うん、そうですね。まず文語を広げたいですよね、聞いてくれる人、うん、でしかもその文語の中でもちゃんとコアな人をこう攻めていけるようにしたいです。この辺はまあ今後おいおいと。そこでもやっぱすごい大事で、例えば僕が今コンサルしてる先で相田さんと同じデザイン事務所があるんですよ。でそこもブログとかこう書いてるんですけど、ブログを書いてるところがそのブログを見てくれる人は増えるわけじゃないですか、 SEO で勝手に。でもそのブログ見てもらって終わりじゃしょうがないんで、その人たちにこうブログ読んでもらって、会社とかその自分たちの思想を知ってもらって、この次の行動に引き起こすわけですけど、それもいろいろあるじゃないですか。セミナー来てもらうとか、個別相談来てもらうとか、例えばそれどっちにするのもあれだいぶ変わると思うんですよね。そのセミナーとかだとなんか僕の中では参加しやすいと思うんですけど、個別相談だと絶対営業されるから、なんかちょっとハードル高いじゃないですか。でそうするとなんかそれをどうするのって、しかも例えばその何か知りたいことがあったら個別相談来てくださいねっていうのか、それとも何月何日に個別相談会やってるから来てくださいねっていうので全然違うと思うんですよ。そうだからなんかそんな感じで知ってもらってから目の前に引っ張り出すまでのなんか一連の流れを考えないとなんか難しいんじゃないっていう。多分このコンテンツで引っ張り出そうっていうのはないと思う、うん、まあ、この最初に顧問契約を取る前の、あこういう人なんだなっていう、まあ、ホームページ見ます、次これ見ます、あこれ大体こういう人なんだなっていうのが分かって、初めてじゃあちょっとすみませんお話聞きたいですねぐらいの最初のコンテンツぐらいの話を思わないのかなと思います。これあれですよね、その教育ライト版で、うん、こう見込み顧客をこうライトに教育するものと、うん、ハードに教育するものがあると思うんですよ。で
ライト版は例えばこうブログをチラ見するとか、はいはい、こう音声をこう軽く聞くみたいなのが多分ライトで、目の前に現れてないから教育しやすいと思うんですよ。でそういうのでなんか教育しながらも多分重たい教育の方に引っ張り出さなきゃいけなくて、多分それがつまり一回こう問い合わせさせるとか、なんか資料をダウンロードしてみるとか、なんかそういう系で、そっちにはなんか個別にアプローチして多分教育していくんだと思うんですけど、そうするとこれはライトな教育。そういう視点でも考えたのかな。おお、わお。そういう視点で私考えた。でも知ってもらって教育して、あの目の前に現れて営業していくわけじゃないですか。そうですね。そうですね。まあ教育なら間違いないですけど、そうするとライトだから足りないじゃないですか。でも人柄を知らせるって意味ではいいかもしれないですね。そうですね。そうですね。でブログで専門性を伝えるわけですね。そう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 。で人柄と専門性っていうのは多分超大事じゃないですか。で次はっていう内容ですね。いやそのこれを聞いた人でブログ見て田村さんのあいいなと思った人に次に起こしてもらいたい行動ははい何ですかっていう。やっぱり連絡してもらって問い合わせ、問い合わせしてもらいたいですね。そこがね、どうなんですかね。ちょっと今お話したんですけど、僕の中でその問い合わせっていうのはもう営業されに行くから、つまり相当なあの敷居がある。逆に言うとその問い合わせ来るとかなりその角度高い、もう頼む気だって。なんかね、その間に僕の中で結構ある気がしてて、はいはいはい、ここにも階段が必要だと。そう で多分そのセミナーがなんかこうコンサルの定番じゃないですか。であれを自分なりにこう解釈するとやっぱこう行きやすいですよね。営業の場じゃなくて勉強しに行ってるから。はいはいはい、そうですね。なんかそう個別相談よりは、個別相談無料よりもなんかお金払ってセミナー行こうがなんかこう自分の身が守られてる気がしていて、売られるって心配ないですか。なんかセミナーの方が心理的ハードル低いんじゃないかって思ってるんですけど、どうですか。いや、それはそうだと思うな。今ってなんかこう自分のお仕事ってどういうふうにお客さんと、はい、なんか今のクライアントはどうやって出会ったの。ああ、なんか今のお客さんとかはなんかその例えば社労司会とかでなんかその専門家派遣とかで、うん、まあ、こう依頼して、うん、なんか無料でなんか相談するのがあるんですけど、うん、まあ、国からお金もらったんですけど、うん、そこで出会って、うん、でいいやつなんですけど、はい、そこをやってセミナーの講師とかやったりとかで、うん、学祭などとかはあったりして、うん、これあとは紹介いただいた、うん、高木さんが紹介いただいたところ、そうそう、紹介したんですよ。紹介していただいたところで主になっていただいて、うん、はい、貢献してるんじゃないですか。そうなんです。あ、でもその時に僕がだからなんで田村さんを紹介したかっていうと、はい、IT 系の会社でなんかこう勢いがすごいある創業者なんですよ、はい、とにかくやっぱこうレスが早い人がいいよねとか話分かる人がいいよねみたいな感じで、そうするともう若くなきゃダメじゃないですか。おじいちゃん無理だ。そうで僕考えたら、はい、いたみたいな。逆に言うとそれは強みかもしれないですよね。そうですね、若いからこそまずレスを返すっていう。 IT とかだから分かんない人もいるわけじゃないですか。 IT 分かる。 IT 分かんないです。ダメじゃん。それはなんかこうイメージでなんかこいつ分かるっぽいなみたいな。でも勉強しました。シーフードパイデでございます。おじいちゃんに行くか分かる。おじいちゃんに分かります。アンテナで行くか。じゃあ勉強するプロシュートでございます。じゃあ、はい、パッパロモッツァレラの豚でございます。はい、アラビアータでございます。はい、チョリスはですね、じゃあ真ん中に失礼します。鉄板は熱いので気をつけください。注文揃いですか。はい、大丈夫です。はい、絶対その専門性で決まってるってことはなんか少ない気がします。ああ、
にシャドウシリとかって。なるほど。人との付き合いとか紹介とかすごいです、はい、助成金できますかね。できるできないとかじゃなくて、多分その情報発信の仕方とか、はい、なんか私は、まあ、それこそブランディングじゃないですか、はいはい、そうですね、できること一緒なんですよね、はい、私は紹介でお仕事をもらおうと思ったら、その人に出会わなければ、その人がいいと思わなければ紹介しないじゃないですか。そのまずその出会いがなければもう何も始まらない、はい、で無作為になんかそういう出会いを もらえるっていうのは、多分そうやって自分から営業するとか、なんかセミナーとかしないと多分無理なんだろうなと思いますが、なんか偶然な出会いになっちゃう、はい、ラブストーリーは突然見えてくる。そうですね、それじゃダメでしょっていう、必然的にはこの人はそういう流れで来たんですねって分析して、ああだから次こういうお客さんを捕まえるためにはこういう戦略でやって、ああやっぱりこの人をゲットしたっていうのが一番かっこいいし、やりがいはあると思うんですよね。それでもね、多分僕もそう思ってたんですよ、ずっと。だけどそれ最近違うなと思ってきて、うん、あれ僕高木さんのメソッドを勉強したのに。いや、その営業を営業っていうか、その紹介を計画的に起こしてる人っているんですよね、うんうん、それを引き起こすためのなんかこうちゃんとプロセスを踏んでるというか、はい、こう人に会いに行く回数を計画的に増やしたり、はい、なんかそういう SNS のツールとかで自分の情報発信を多分意図的に発信してたり、うん、そういう方法でもあるんじゃないですか。あ、紹介で取るんだったらね。それを何もしないで待ってたら、それはもう神様お願いっつって運命の王子様が明日来るかな。そうですね。でも僕はあれですよ、まあ、いいですよ、あの計画的に、はい、なんて人に会うっていうのをやって。ああ、そうなんですか、うん、あ、的にちょっと訪問していって、ちょっとどうするか。まあまあ、そうですね、そうですね。ああ、そうですね。そっか、田村さんには伝えてなかったよ。はい。だからもう田村さんなんかもう羨ましくてしょうがないですよ。はあ、30で、はい、僕も独立して、まあ29で独立してて。あ、ホワさんか。そう。で、29で独立して、はい、まあ、今30でしょ、はい、で、今ヨロズみたいな感じでしょ、はい、羨ましいなと思って。あ、はい、それまで何でしたんですか。まあ、だからそれまで、はいはい、3年間でお客さんの数を、はい、お客さんの数っていうのは請求書を出してお金振り込んでもらった人を1お客さんっていう簡単で、はい、100件取れなかったら再就職だった。マジっすか。うん、じゃあこの時だから3年でダメだったら32の年で、はいはい、で32ぐらいだったら再就職できるかなって思って、はい、それまでにやるぞって、はい、やり始めます、はい、で何やったかというと、とにかく引きこもれる仕事なんですよ、ね、僕の場合は、はい、引きこもらないと仕事は進まなかったりするんですが、はい、でも営業しなきゃいけない、営業っていうか、まあ、はい、仕事に出てこなきゃいけないから、はい、だとすると、はい、1日3人に会おうと、はい、例えばもうなんか、ね、1日 3人に別の人に会って、はい、少しお話しするみたいなことを毎日やったら、だいたい365日会ったとして、だいたい1000人ぐらい会える。そうですね。でそれも10% でいいから、お客さんにすれば、できるなと、はい、それ繰り返せば、3年で多分いけると思って、で、やったんですよ。で、一応2年6ヶ月で、こうなりまして、はい、再就職かな。あ、でも、みんみんに100件の、何かしらの領収書とか整理しますけど、すごいですよ。それすごいっすね。まあ、出会わないとやっぱそこからのやっぱり声とかかからないですね。だから一切、ね、人んちのものを作るんですけど、はい、ホームページもないし、チラシも自分も作んないし、はい、SNS もやんねえし、あ、宣伝しないです。あ、
直接会いに行って100%紹介みたいな。ああいいっすね、うん、すごいですね。最初からもうターゲットを決めて3年間でじゃどうするんだっていうところのやっぱりお客さんに会って、そこからああそうやって連絡してもらう体制っていうのは、いつでも連絡してもらえる体制っていうのを作る、自分で作るっていう。でもなんか相田さんのそのモデルとも合ってるかもしれないですよね。なんかどんな業種でも対象になるじゃないですか。でそれは一緒じゃないですか。社労士も。そうですね。お客さんと喋るっていうのはまあ一緒ですからね。お客さんと喋るっていうし。じゃあ全業種が例えば僕みたいなその専門コンサルだと、多分そのやり口だと結構きついかなと思うんですよ。例えばその100人あって、そのフランチャイズのそもそも考えてる人が何人いるかって話で、だから そっちの戦略でいくんだったら多分その中小企業診断士メニューを売った方がいいかなと思うんですけど、田村さんもその社労士の顧問とかだったらなんか取りやすそうじゃないですか。社労士ってニーズありますよね。まあ、助成金とか、まあ、給与計算手続き代行とかっていうのはまあ普通に社労士の仕事ってあるんですけど、多分それだけだとやっぱ無理なんだろうかなと思います。無理ですか？それ社労士の夢がなくなるんじゃないですか？夢はそうですよ、夢はなくなるかもしれないですけど、そうなんですか？ダメなんですか？いっぱいでもそういう人たちっていっぱいいるので、それで食っていくっていうのはやっぱり先を見通してもやっぱダメなんで、あの労働集約型なんですよやっぱ社労士って、うん、やっぱ人抱えないと大きい大量の顧問客を捕まえられないんですよやっぱり。そうなんですか。やっぱ給与計算とかあの助成金とかっていうのはやっぱ人がやっぱり増えてくるじゃないですか、扱う人が。その分だけやっぱり扱う手続きも増えてくるんで、それとやっぱ一人じゃダメな。そうなんですか。月々、うん、そ例えば3万円ぐらいの顧問契約だったら、はいはい、何かあった時にアドバイスするぐらいじゃないですか。まあ、そういうのも取る方はいますけど、でもやっぱ人数決めてますね。人数で 何万円とか電話相談だけで。それだと単価的に厳しい感じなんですか。あ、そうですね。電話相談だけだったらいいんですけど、手続き代行とかになっちゃうと、なるほど、やっぱり厳しいですね。なんかね、僕みたいな、はい、コンサル職やってると社労士ニーズはめちゃあるから、あそれをなんかやばいっすよっつって引き起こすことは、はいはい、結構楽勝で、あ、まあ、でも手続き代行とか助成金したくないですよ。だ手続きっていうか、まあ、ロームコンサルですよね。あ、ロームそうですね。このままじゃ未払い残業代請求されますと、みたいな、はい、とこばっかりじゃないですか。やばいよ。合ってる人たちばっかり。たまにさまですよ。それはでもね、いいんじゃないですか。そういうところを開拓して、やっぱ足稼ぎたいですね。足、はい、やっぱお客さんと会う機会を増やしていきたいです。もっと見込み顧客と、はい、まあ、見込み顧客もそうですけど、まあ、いろんなお客さんですね。まあ、接点ないところでもいいですし、今社労士さんいるところでもいいんですけど、まあ、とりあえず会って喋ってみて、例えば、はい、じゃあなんで自分が俺がね、はい、あの3年間で100件作ろうと思ったかを多分解説しないと、はい、もしかしたらちょっとずれるかもしれない、はい、なんかその足を使ってお客さんが来る、はい、自分の場合は、はい、一回なんかこっちのことを知ってくれて頼んでくれて、ああこういうことできるんだ、っつってで話すると、なんとなくこういうのもできるとか、ああいうのもできるとかって言って、なかなかそのなん誰に頼んだらいいのかよく分かんないこととかを、これ知ってるかなとかって聞くとかあるんですよ。だから一回入れたのと、あのここからは商品どんどん膨らむ、これが提供するもの、はい、取引額が増える。あで初めのうちは、はい、例えば、はい、30件お客さん捕まえて、はいはい、なんか例えば、はい、なんだろうな、食べ物屋さんとかに、はい、例えば30件捕まえたとする、は
ませんっつって、うん、1日1食だけなんとかお願いしますみたいなこと言ったら、まあ、まずはなんか死ななくて済むなと思って、ああそうでもそれ最悪そういう時があったり、それが例えば60円とか100円とかね、薄、はい、くなると、はい、それをあの順繰り回せば何とか思っていただけますんでしょうかみたいな楽になるなと、あ、ね、お願いできるところができる、そうそうそう、で変な話その中でも例えば1社から1万円ずつでももらえれば、はい、まあ、それはそれで回っていけるし、はい、でかつ自分のリスク分散として、はい、いろんな業種と、はい、デザインできますって言うと仲間に入れてもらいやすいっていうのもあって、はいはいはい、ちょっといろんな業種に関わってると、はい、それはそれでリスク分散できる、あ、例えばあのじゃあコロナがあると、はい、街場の飲食店とかつらい、はい、でもそれにくっついてたら、はい、自分たちもそれ波くるじゃん、はい、でも他の不動産業とか、はい、他の建築業とか、はい、まだ他はうん、大丈夫なところとかと、はい、そこにも手が、ね、ついてるから、そうですね、うん、それも全部総合して、はい、まだ大丈夫かどうかみたいな話になる、あ、はい、だからその意味でもう無作為にとりあえず100件かっていうふうなところをいつも気にしたことがある、はい、リスクヘッジっていうのはこうやっぱりいろんな業種付き合うことによって、うん、その経済活動のこう変動にも耐えれるような形っていうか、まあ、結果的にはね、あ、ただなんか自分のなんかそのはい、うん、とこうなったらいいなって30ぐらいで思ってたのは、はい、やっぱり自分の身の回りで、はい、車欲しいなって言ったら車屋さんの友達がいたりとか、はい、お家買いたいなとかって言ったら、はい、なんかこうね建築業界の友達がいたりとか、はい、なんかお腹痛いなとかって言ったらなんか病院に勤める友達がいたりとか、はい、自分のなんか身の回りで自分に必要なものの、はい、なんかプロフェッショナルな、はい、周りにいたらいいなみたいなことを考えるわけ、はいはいはい、そうすると、はい、なんあんなんですよ、じゃあ自分のできることと相手ができることを交換するようなイメージで仕事ができたらいいなと、はい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 、あ、それいいですね。いかがでしたでしょうか。サニーフラートーク、次回もこのお話の続編をお送りします。魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。シャロー氏ラジオサニーデイフライデー、 DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。いってらっしゃい。